1日100人死んでるような国ってどうなんだみたいな、うん、そして今日もまた俺は死にたいみたいな、そんな俺どうすんだ。そもそも何がメンヘラかとかっていうのが定義って言ったら固いですけど、まあ、これレイジさんにとってのメンヘラっていうことをまず言わないと、もともとネットスラングらしいじゃない、メンヘラって言い方が。まあまあまあ、心を病んでる人でしょ。心を病んでる人っていっぱいいて、常にイライラしてる人たちも潔癖症とかも一種の、それで俺自身もそうなんだって話は基本的に、うんうん、俺もメンヘラだよなって思ってるわけよ。ちょっとしたことでこうなってってクソ死にてって、まあ、じゃあ何なんですか、ちょっとこじれた人ってこと。まあ普通だと思うよ。本当はメンヘラって言われてる人は、まあ、一応回答から言っちゃうと当たり前だから、まともな人っていうの出てくるんだけど、まともな人ほど心は病むよねっていう。あ、それを目に見える形になっちゃったりとか、追い詰められすぎて手首切んないと分かんなくなっちゃうみたいなところまで行くんだと思う、うんうん、だから基本的にはちゃんと感じることができる人なんじゃないのって俺は思ってる、メンヘラ。あ、だからこそきついことになっちゃうよね、この文明社会みたいな。俺は近代病だと思ってる。俺の感覚だと、うん、あの人との距離感の取り方が分からない、うん、まあみんな多少そうなんだけど、うんうん、恋愛とかに顕著にそれが出るのはそういうことなんだろうなって思ってるんですよ、うん、束縛、独占欲とか、それって自己愛の裏返しなんだけど、うん、まあ要は人との距離感をバランスよく取ることができない人っていうのがメンヘラって言えばいいのかな、なんて言うんだろうな。だから分裂病だとか、うん、とかメンヘラっていうのがそういう定義だとして、うん、でなんで生まれてしまうのか、うん、そもそもメンヘラなのか、うん、メンヘラになるのかとか、いろんなパターンもあると思うんですけど、うん、やっぱその辺の原因みたいなのって何ですか、うん、いやそれは外部にあるなって話で、そっからのスターウォーズ問題ですよ。これ全くポカンとしちゃうよね。これ単純な話、親の問題を子供に引き継ぐなって話っすよ。だからスターウォーズって、俺、君スターウォーズ見てる、そういえば。マジかマジかマジか。ざっくり見たことありますよ。ちょっと待ってよおじさん、あのねフォースってあなたの大好きなやつですよ。え、セイですよ、あれ。違うよ、あれがフォースですよ。ルーク・スカイウォーカーは、はい、ジョージ・ルーカスなんだよ。どういうことかというと、ジョージ・ルーカスって団塊世代なんだよ、はい、お父さんたちは戦争してたんだよ、はい、これがクローンウォーズですね。これが第二次世界大戦なんですよ、本当は、っていう風に被ってん。だからルーク・スカイウォーカーって実にその団塊世代の自分探し、そして親を超えるっていうストーリーなんです。それでルークの親を超えるって話を70年代から3部作作ると。でそれ遡って、なんでお父ちゃんあんなことになってしまったのっていう話を1、2、3でやってるっていう、はいはいはい、それが悲惨な戦争で心を病んで、うん、結局悪の道に落ちてしまったお父さん。そこなんですよ。ダークサイドがどうとかって言うじゃないですか。あんな単純に割り切るようなもんじゃねえだろうって思っちゃうからそれをすごく単純じゃないようにやるからめんどくさいのよ、エピソード1とか。あ、そうなんだそうならないように頑張ってんの、ジェダイも、うん、それでも結局悪の道に落ちてしまう。それなんてか分かる？分かんない。愛するものを失いたくないから落っこちるんだよ。ビジョンで見ちゃうの、自分の奥さんが死ぬっていうの。予知能力的なやつ、うん、フォースの力で見ちゃうわけ。それを避けるために悪の力に染まっていくっていうのがダースベイダーの話ですわ。それって悪なのかな。まあそういう話ですわってなっちゃうから、もうごめん本当に、はいはい、それは悪なのかなっていうのがテーマなの、うん、見てる人はそれを楽しむって話なんだけど、うん、結局親の問題からルークは解放されずに田舎に暮らした、はい、だからニューヨークとか行ったことのない人なんだよ。それで農場に預けられて、こんなとこで一生終えたくないみたいな、和歌山で一生終えたくないみたいなやつですよ、うん、それで声がかかったら行きたいな、活躍したいなみたいな感じで行くわけよ、はい、これは結局親の呪縛っていうものがテーマにしてんの。これ知ってるでしょ。それ知ってる。100万回生きた猫っていうのはずっと不幸でしたって話だよね、うん、誰かに飼われてる猫っていうのはずっと幸せじゃないですよっていうのを、これ佐野陽子さんが書いてるんだけど、この人は自分が母親にそういう風に育てられた、母親の所有物として育てられた猫なんだよ佐野さんって、っていうことで呪縛から解けないっていう、うん、要するに親の呪縛から解けないっていうのが一つのポイントで、スターウォーズ問題って要するに親が抱えた何らかのトラウマ、その呪縛、例えば、うん、貧乏で苦しんだとか、学歴なかったで困ったとか、うん、学歴さえあれば私はもっと幸せになれたはずだっていうと、もう余計なことはしないで勉強だけしろってやるわけよ。はいはいはい、はい、それとか例えば裏切られた経験がある親だったとするじゃん。そしたら人なんか信じるなって育てちゃう。その最初のフォーマットっていうもので決まってしまって、
その呪縛との戦いになってしまうっていうのはこれがスターウォーズモデルです。つまり親との関係性っていう問題、縦の軸で生まれてしまう不幸、はい、だからダース・ベイダーとルークっていうのが一番分かりやすい。それをあんなに壮大にしたのが誰の心にもスターウォーズっていう家庭問題だったはずなのに、そうそう、だから共感できる。 だってお前北斗の拳だってあれ兄弟喧嘩だろいや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 俺北斗の拳めっちゃ好きなわけでもないしね。え、そうなの、うん、結局そこの親の問題っていうのを解決できるかどうかっていうことを子供は関係ないのに称されるわけだ、うん、許されてた子供と許されなかった子供、うん、何しても君にできるねって言われたこと、うん、何やってもお前はダメだって言われたことで暗黒面に行くか、うん、ジェダイになるかってどういうふうに分かれちゃう最初に。なるほどなるほど。だからこれは本人のせいではないわけ、親がダース・ベイダーだったかどうかなんだよ。でもダース・ベイダーは俺親がダース・ベイダーだったらめっちゃ嫌だなルークはそうだからね、レイヤーもそうだからね。でもダース・ベイダーは奴隷の子供なんだよ。そうなの、おい見ろよちゃんと。いやいやそれは初耳で、お母さん殺されちゃうんだよ。そこでノーみたいな、その時のノーがルーク突き飛ばしてノーになるわけよっていう、我が子の腕を切り落として突き落とすってところまでのメンヘラ状態に至るわけ。でもエピソード1見るととてもそんな風になる子じゃなかった。ダース・ベイダーメンヘラなんですね。じゃあメンヘラですあれは基本的に何かあってトラウマを抱えて、まあ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 、それで変わってしまった人なんだけど、それをベースに埋め込まれる人たちの問題って、でこれで面白いのが美味しんぼね、つまり、あ、そうそうそうお前そっちだったら分かるぜ、いいコメントそれの芸風がずっとありますよっていうのが1個。これが男女問題ですごく多いのが、はい、どっちかが暗黒面から育ってる家庭から来てる、うん、人なんか信じねえよって言ってるやつが彼氏だとするじゃん。あ、でも人を見たら信じろって言われてる彼女がいた、そうするとそこで2人が出会ってどうなるかっていうと、その家庭内スターウォーズが始まるわけだよジェダイ対シス、これ結婚しちゃったりするとシスだ、シスっていうのはダース・ベイダーのボスだから。それで彼女がメンヘラだったみたいな話あるじゃん、うん、彼女は暗黒面に落ちたんだよ。そうなんだ、彼女のお母さんが。そう考えないと彼女が LINE でどこに粘着質になる、ストーカーになる、うん、個人の問題に落としちゃうんですよね。そうで、君は努力が足りないとか、うん、暗いからダメなんだとか、そういう簡単な浅い認識で人間を評価していく、はいはいはい、歴史があるんだけど、もういい加減分かってきてるでしょっていうの、この時代になると、はいはいはい、その陽子さんが書いてたでしょっていう、でみんな分かってんそれ。だからまずメンヘラがいたらその背後にあるお母さん、おばあちゃん、もしくはお父さん、まあお父さんに殴られてきたっていう船くんって出てくるんじゃん。父親から受けてる DV 系っていうのも結構あるわけだよ。だから家族が天国ではなかった、家庭が天国ではなかった、地獄だったっていう日の思い出みたいなものが心に何か黒い渦を湧いてしまって、これが治らないんだよ、はい、で例えばそういうふうに親に殴られてきた彼氏と付き合うことになって、一生懸命彼女が頑張ってもなんか根深いんだよ。何代前に遡んないと解決しない問題になる。これがメンヘラ問題の一個の中核だと思う。あ、うん、でこれ分かんないで本人のせいにしたり薬入れたりとかするから、そんなに簡単に治んないっすよって。そうだし本人も自分の問題っていうか、うん、もうよく分かんないですよ、うん、そこら辺も分かってないっていうのがあって、うん、あ、だから本人は結構お母さん大好きだけど大嫌いみたいな、そこでもう非常に困って、なんでかっていうともう一人の自分だから母親とかって、まあ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 、そうですね、うん、でそれを大嫌い、うん、だけど大好きって、うん、でこのどうにもならなさみたいなものが性格に現れちゃう。そしてそれを実社会出しちゃう。そうするとミラーだから、社会は嫌な対応する人間には周りは嫌な対応で返してくんだよ、吐いた唾は返ってくんだよ、うん、それで社会ってクソだってなって、余計にね、うん、で家から出れなくなったり自分を痛めつけたりとかしたり、そういう悪い悪い方に行くって。で結局まずはドーナツでもどうですかって話じゃんまずちょっとリラックスして、数々の恋愛相談とかも基本的にまずドーナツ食おうって返すっていう、あのドーナツ教皇なんで、ね、僕はドーナツ教皇ドーナツが救うと思ってますどこのドーナツが一番効いた、いやもう何でもいいっす重いっすよ手作りのドーナツ、いやもうなんかドーナツ食おうって俺手作りしてきたんだよねみたいな、また違う話ドワンみたいな、それはまた違う問題が始まりますんで避けますけども、スターウォーズ問題はつまりエディプスコンプレックスで美味しんぼ問題ということになって、そしてまだあるこれですよ、水槽問題なんですよ、これマクアリウム問題なんですよ。どういうことかっつうと、あ、や我が国はランドですね、島国ですね、はい、なかなか出れませんね、はい、まあ、水槽みたいなもんなんですよこの国は。水槽で魚を飼ったりしたことがある人がよくわかると思うんだけど、うん、中にいる魚って、うん、魚単体が病気になるんじゃなくて水槽全体が病気を作るんだよ。あー、よく言いますよね、はい、まあ水の問題だったりするんだけど、うん、まあ、水が流れを作ってろ過っていうのが行われてて、バクテリアっていうのがちゃんと分解してくれてみたいな、
それで魚の数っていうのは大きさによってどれくらい入れたらいいかとか決まるわけだよ、うんうん、それに対する水草の数、日当たりとか、うん、そういう全体のバランスっていうのが整って初めて魚は健康になるんで、魚単体の話をしてもしょうがないんだよ、うん、これが患者単体の話、うん、心を病んでる人単体の話にしてはいけないっていうやつで、あのもう結局そこって環境じゃないですかって話なで、まあ、一番分かりやすいのが水槽の話で、さすがレイジさんって感じしますね。水槽に例えるはいはい、はい、動物園じゃなくてね、ざっくり言わせてもらうと、うん、この国なんで心を病むか、まあ、大体 1% の勝者と 99% の負け犬っていうシステムになってんの。ほうほう、野球やりたいって言った時に全員が一郎になれないの、まあ、そうみんなそういう風になったらいいなと思ってましたって人たちがほとんどの国なんだよ、うんうん、でそこで夢を語るとか言うのがもうまずちょっとおかしいんだよ。あと資本がお金持ちっていうものはみんなのお金を集中させるってことなんで、結局誰かは貧しくなるんだよね。まあそうでしょうね。そうで、それは例えば学校で誰かが、いい学校行くとすると行けない人が出るみたいな感じで、常にこの競争社会にある場合は他人の幸せっていうのが、うん、自分の不幸になってしまうっていうシステムになって、うんうんうん、だからなんとなく幸せそうなやつがいるとなんかムカつくみたいな、そうこれは人間当たり前なんだけど、これがもうシステムとして最初からあるなっていうのは俺は思ってるね。うんうんうん、あとね、持続不可能なね社会システムじゃないの、いつかおかしくなるだろうなこの国っていう、うんうん、もうやばいだろう、持続可能じゃない感じの不安感みたいなものもこれ一個あるな。だってアルプスの少女ハイジは多分10年後もあんな感じじゃん。まあね、あんな感じの雰囲気すんじゃん。まあ、まあ、でもわかんない、ハイジの村が近代化してみたいなこともあり得るよマックができてでスタバが来て、そうそうみんなギャップ着てるみたいになっちゃうかもしんないよハイジが GU 着てるおじさんインターネットでネットハイジになってる X ビデオ見るみたいな、ね、そうそうそうそんなこともあり得るけど、でもいつまでもこの幸せが続くよねっていう感覚が感じられない、なんかやべえよなこの先っていう、先送りしてる問題の不安感みたいな。あとは偽善っていうものについて分かってんだけど、テレビとかでいいこと言う人たちがいっぱいいても、それについてシッとか言うのはネットで言うとかその表立っていいこと言ってる人にちょっと根本的に言えないような空気もあるよね。そこ何重にもストレスがあって、それでね、これで僕はいいんだ、ナンバーワンになれなくてもいいんだみたいな、そういう自分洗脳をずっとしてきた歴史があって、うんうん、それの限界に来てるかなみたいな感じもするんだよね、うん、で俺思ったんだけど、学校ってさ、これ異常なシステムだと思うの。来ました、家庭でスターウォーズやってんじゃん、学校でバトルロワイヤルやってるだからもう戦争から戦争ですわそんな毎日送って学校行きたくないって言うに決まってんべって、そこでなんとなくやり過ごしてなんとかやれた人たちが先生ってやつになって一、うん、回も社会出てないうちに先生やるもんだから、社会っていうのが怖いところで、これなんでね、一人の話の下手な公務員のつまらない話を1日6時間も聞かなきゃいけないのっていう、この苦行、俺の若い時代を返せと言いたいよ、うん、だって時計しか見てなかったもん、あ終わんないかなしか考えないでしょそんなもん、あそうでしょ、なんで12時になったら嬉しいのっておかしくない、まあね、1日の半分が終わっちゃうのに、まあ、つまんないからだよ、つまんないから、でそのクソみたいな授業受けるから学問っていうのつまんなくなっちゃって、君何週もして文学とか日本画とか言い出すじゃん、まあまあまあ、まあ、時間かかるん、うん、そこに来るまで、それで学校つまんないイコール学問つまんないって言ってしまった人たちのなんと多いことよ。でこの人たちがもう見事なまでに愚民になるわけよこの愚民を作るシステムなんかごめんなさい俺江川さんと一緒に学校嫌いっていうのはまともな証拠だった話で、まあ、いや、やっぱりね、戦中っていうのがあって、学徒出陣ですよ、もう学校とか行ってる場合じゃねえから、セコロシア行ってこいって話だったんだよ、もともとが、ちょい前はさ、うん、だ戦中派にしてみれば学校行けるだけでいいじゃないってなるわけよ、うん、あ、なるほどね、戦後派はどんな感じだね、うん、食えなかったんだよ、うん、食えるだけでいいじゃねえかっていう人たち、うん、でこの辺がシステム作っちゃってんだよね、なるほどなるほど、そうだから学校行けてよかったじゃんお前ら、だからなんか知らないけど幼稚園から小学校入るときに異常な盛り上がりを見せますよね、友達100人できるから、あそんでランドセルよかったね、 あんな重いもの持たされてこれから地獄が始まるのに大人が全員で洗脳して間違ったみたいな、あれ結婚式に似てますよねだから違うって思うんだよ、あの時の俺はなんで浮かれてたのみたいな、地獄が始まるのにみたいな、あだからみんながおめでとうって言ってる時は気をつけろ、なるほどね危ないぞ、巻き込まれてるぞ何かに学校に行けるだけマシっつって、
でもまだ昭和40年代ぐらいまでは良かった、学校の思い出あるし。あ、俺の世代ギリぐらいかな、多分金八ぐらいがギリだと思うんだよ。金八ぐらいまでは学校ってまだいいものだって信じてたな、みんな。あ、でどういうことかっつうと、空き地があったんですね。空き地の存在ってどういうことか分かる？次の世代が活躍する場なんだよ。ちょっと詳しくどうぞ。つまり空き地の上に楽天とか立っちゃったら、うん、もうネットでは仕事できませんよって話じゃないよ。だから Google とか楽天がある前ネットだったら可能性あったんだよ、はい、小学館と集英社と講談社がある前は出版にも夢があったんだよ。あ、そういう意味の空き地ってこと？土管があってとかじゃなくて、それを象徴的に言った家が建ってないんです。そう、そう、まだ空いてんだよ、いっぱい。あの時代は学校出てからバッとしなくても空き地あんだよ。あ、これがだんだん埋まってっちゃってフロンティアなくなってくの、この国って。はあ、だからどうなるかっていうと、うまくいってる人の後から追っかけたってうまくいかないんだよ、もう。ほうほうほう、っていうことがあって、こんなことになっちゃったよねみたいな、それはみんなやんじゃうよね、知りたくなっちゃう、だってフロンティアないんだから。だから今どうしたらいいかって言ったら、逃げろっていう話、生き延びて逃げろっていうのは、うーん、わかんないんだよ。 でもこの先巨大なカタストロフが待ってますから、一気に壊れるかバーっていろんなことが、そうするとまた空き地できるから、っていうことの繰り返しなんだよ、歴史って。あ、だから その時までなんとか生きながらやろっていう話。だからおめでとうとか言って出陣するなって、そこを気をつけろよって話ですわ。はい、はー、なるほど。我々はなぜメンヘラになってったのかっていうのを考えていこうかなと思うんだけど、俺たちみんなメンヘラなのね。そのメンヘラになっちゃった理由つのはまああるよね。つってさ、メンヘラクロニクル考えてたのね。60年代ぐらいの人たちって戦争 PTSD なんだよ、うんうん、だから戦争でのいろんな意味でのトラウマがあって、リアルに心をもう壊れて、体験として、ね、うん、で、うん、同時にリアルに希望があるんだよ、まあ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 、生きてた。だからそこはまだはっきりしてる。だからその後の問題は全共闘 PTSD になるわけです。全共闘 PTSD 要するにまあ60年代ですな、もう戦争とかしないよって言ってたくせに安保とか言い出したっていう時代で、全共闘世代はふざけんなと大騒ぎするんだけど、大挫折をするわけだよ、はいはい、その大挫折の後に一気にまあ闇がバーッと広がっていくって話なんだけど、でもその前後に言うとみんな結構きついんだ、実際のところ暮らしも、うんうん、貧しい人も多いし階層もあって、おなじみあれですな、60年代で、うん、メーラっつったらこっちだろうと思うんだよね、この人じゃないかなっていう一徹この人は戦争 PTSD だと思うんだよね。それはまあそうでしょうね。そう、シスです。ダース・ベイダーとルークが別れないで一緒に住んでたらこうなってますでもこういう人いっぱいいたんだよ。で、全員共闘世代の敵っていうのはこの一徹さんなんだよ、うんうん、でどういう人かっていうと、大戦で連れてかれて戦争やらされてひたすら殴られてきた、うんうんうん、貴様それでも軍人か、うんうん、で貴様それでも軍人かで帰ってきて平和になったのにまだやるんだよ、うん、いやそれしか知らないですもん。そう、うん、だから全共闘世代もそれしか知らないから殴るわけパン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 で、これが体育会のノリとして運動部にずっと引き継がれて、あー確かに確かに、うん、これは困ったやつですよ。あ、困ったシスですよ。困ってないシスもいる。60年代の前衛から頭おかしい合戦が始まるんですよ、演劇界では。その通りです。それが70年代に入って塚公平が出てきてってなるまでずっとそれだったんですよね。俺の方がおかしな人っていうレースが70年代から80年代始まっていくっていう、まあ、流れが始まってます。この辺がまたすごく面白いなと思って、でだけどね、ずっと思うのが健全なの。結局病んでるつっても病んでる余裕があるよなっていう感じなの、はい、笑えていられるってこと。みんな優しいの。本当頭よくってそうフィジカルがちゃんとしてるからそれができるんですよね。国がそこまで病んでなかったなみたいな感じなので、ついでに70年代でちょっと言っときたいのはスピリチュアルな、実はスターウォーズでやってんのってあれもうドスピリチュアルなんだよあれ、うん、そして松本零士が一番顕著なんだよ。顕著。四畳半の襖を開けると宇宙ってよくやるんだこの時代に四畳半と宇宙つながりますから。でもそれ藤子不二雄もそうでしょ。そうその引き出し上げたら未来それが70年代だしヤマトだしそこでイデオンとともに、まあ、戦後の亡霊ってのは成仏するわけですよ、うん、そこにバブルの波が襲いつき85年プラザ合意がやってくるわけですよ。それでなんか新たなおかしな状態が始まるっていうことなんですよ。